皆さん、こんにちは、ナイスタです。今ジョージア料理のレストランにいます。でジョージアとはアメリカ のジョージア州ではなく、コーカーサス地方地域の国名ですよね。でロシア語でコーカーサスはカフカスと言います。なのでいつもなんかコーカスという時に間違える時が多いですね。でジョージアというのはワインが有名です。でワインは赤ワインと白ワインも両方も有名で、すっごく美味しいです。とてもおすすめです。でも日本ではなんかあまりないんですよね。ジョージア料理もあまり食べれないですね。なのでせっかくだからちょっとジョージア料理を紹介したいと思います。めっちゃ美味しいのでで、ちょっとこれ正月の雰囲気もありますね。はい、楽しみにしてください。まずはワインを紹介したいと思います。でこのワインはちょっと甘くて金妻ラウーレンと言います。でこれも有名なワインの一つです。これはアラザニーというワインです。もう一つの前はアラザンスカヤダリーナというワインですね。これもちょっと甘い方のやつ、私は甘いワインが好きなのでちょっと今回は甘いワインを頼みましたでそれでもなんかドライ辛口のワインもあって、ムクザニ、例えばムクザニというワインもおすすめです。辛口が好きであれば。続いてはハルチョというスープです。でちょっと香辛料が入ってるスープでちょっと辛いんです。でこれはすごく有名でもうめっちゃおすすめです。もうすごく美味しくて、でちょっと穀物が入っていて、多分日本人にとってちょっと珍しいスープだと思います。もう一つの料理はダルマという料理です。でダルマというのはちょっと葉っぱ見えますか。その葉っぱはこの葉っぱはブドウの葉っぱです。でその中にひき肉と米が混ざってる状態で入ってますですごく美味しくて、で多分日本でそういうなんか日本人にとって珍しいんじゃないですか。ブドウの葉っぱに何か物が入ってるという料理で、このサワークリームに入れて食べる。めっちゃ美味しいです。で中身見せるためにちょっと切ってみます。こんな感じです。ひき肉と米が入ってます。ひき肉は羊のひき肉です。今私の大好きな料理が来ました。ハチャプリなんて、ハチャプリがいろんな種類があって、ここはハチプリポアジャースキーというハチプリです。でここにチーズと、その特別のチーズが入ってて、で生卵で食べ方はこれ混ぜて、で基本的にこれなんか普通に手で取って食べる。でも私はちょっと普通は切ってから食べるけど、つけて食べる。感じ熱い。すごい。出来たてですね。熱そう。めっちゃ美味しいです。もうジョージア料理のレストランに行ったらこれ絶対に食べないといけないです。おすすめです。で次はヒンカリです。でヒンカリはちょっと水餃子みたいなものなんですけど、味は違います。違う香辛料も入ってるし、あと中にだしがたくさん入ってて、で特別な食べ方があります。で基本的に食べるのは手で食べて、こうやって取ってちょっと噛んで、熱いだしを飲みます。で、ここに牛肉と豚肉のひき肉が入ってます。で、いろんな種類があって、羊の肉とか、鶏肉もあるし、チーズもある。好みによって、選べますね。で
のダッシュ飲んだらもう普通に食べる感じですね。で、すごくおすすめです。これで以上になります。どう気に入ったらライクフォローお願いします。まあジュージャルーについてとか情報が気に役に立ったら嬉しいです。また会いましょう。パカパカ。